グレゴリー・ポランコはドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のトロントブルージェイズ参加所属。愛称はエルコーヒー。2009年4月11日にアマチュアフリーエージェントでピッツバーグパイレーツ契約してプロ入り。この年はマイナーリーグのドミニカンサマーリーグでプレーした。2012年 A 級サウス。 アトランティックリーグのウェストバージニアパワーでプレーし、打率325、16本類打、40盗塁を記録し、リーグ MVP に選出された。2013年、ベースボールアメリカの有望株ランキングでは、全体の51位にランクされた。このシーズンは A 級フローリダステートリーグでプレーし、57試合で打率312、30打点。 24トールを記録し、AQ アルトゥーナカーブに昇格した。2013年6月、プロスペクトランキングで全体の12位にランクされた。オールスターフューチャーズゲームに選出された。シーズン終盤には、トリプル AQ インディアナポリスインディアンズに昇格した。2014年6月10日に、メジャー初昇格し、同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。2番、右翼手で、 先発起用され5打数1安打だった。この年は89試合に出場し、打率235、7本塁打、33打点、14盗塁という成績を記録。2015年はメジャー2年目ながらライトのレギュラーに完全定着し、153試合に出場して規定打席に到達。121三振を期したが、打率。 256、9本打、五52打点という成績をマークした。総塁面では、ナリーグ6位となる27盗塁を決めた。2016年4月5日、2017年から5年、総額3500万ドルで契約を延長した。144試合に出場し、22本打八86、打点だった。2017年開幕前の2月8日に第4回。 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。3月22日に大会最優秀外野手となった。108試合の出場で11本塁が35打点8盗塁に止まった。2021年8月28日にリーフとなり、同日中に自由契約となった。2021年8月31日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 ありがとうございます。